こんにちは、みなみです。こんにちは、えなです。今回は今回はゆなちゃんたち家族と沖縄に行きます。あともうちょっとで飛行機に乗るので行ってきます。レッツゴー。この前の動画は昨日のお昼だと思うんですけど、あれから楽しすぎて動画のことを忘れてました。あれからホテルでダラダラしたり、ビーチ行ったり、ホテルの近くにねビーチがあってね、軽く入るつもりが結構普通に入ったよね。波が大きいから、ひっくり返った。めっちゃ楽しかった。楽しかったね。夜はなんかホテルの屋台村に行ったんだよね。今回は2日目のまあほぼお昼なんですけど、今ちょっとチーズドッグを頼み中なんですけど、今からチラミス坂に行きます。イエーイ、楽しみだね、うん、お天気がすごいいいってわけじゃないんだけど、いい感じ。そう、暑いね。暑いけどね、雨降ってないしね。はい、じゃじゃーん、来ました。美味しそうね。手前はチーズ。おー、ほんとだ。いただきます。いただきます。おー、いい感じ。うん、いい感じ。いいよ。おいしい。うん、めっちゃ久々に食べた。うん、おいしい。じゃあこれを食べていきますか。はい、はい、じゃあおいしく食べてください。はい、着きました、美ら海水族館。はい、ゴー。ね、ここでさ記念撮影撮ろうよ。はい、撮りますよ。はい、チーズ。オッケー、行こう。はい、水族館終わりました。できました。サメの写真とかちょっとポンってやりました。そうだね。どうだ、ということでね、水族館終わったので次のところにフルーツランド行きます。行きましょう。はい、ということでまたました。2日目の夜はプールとかね、ナイトプールとか行ってね、めっちゃ楽しいんだね。はい、そしてここはじゃーん、救急村に行きました。楽しみましょう。行きましょう。あ、本当だ。だってほらお魚いっぱい。うん、知らないお名前のお魚もいっぱいだね。おお。いいね。
沖縄っぽいね。みみゆなちゃん見て、水牛いる。おお、すごいでかっ。大きいね。おいで。かわいい。おいで。あー、かわいい。大きいね。かわいい。おっとりしてる感じがする。何？スープだって。美味しいの？美味しい？ホテルのビーチにね。じゃあ楽しみましょう。花火着いた？着いた。ビビりすぎじゃない？怖いやつ。来た。耳は何やってんの？え、怖いから埋めちゃった。埋めちゃったということでね、なんだかんだ言って4日目になりました。はーい、最終日です。寂しいね。楽しいもんね。4日目の朝はずっとね、そう、これを作ります。はい、貝のオブジェね、はい、いただきます。はい、ねえねえはね、私センスないからやらないって言ってやらなかったいろんな材料があって、その中から好きなのつけれるんだよね。そう、すごいいっぱいある。はい、ではみなみさん、どれをイメージして？海です。海。これが見本？そう、こんなにうまくできないから。ああ、えなちゃんも貝のオブジェね。みんな貝。ああ、そっか、あれを。じゃあ、イメージして。あれがイメージね。あったのはカラフルだね。いい感じ。あ、すごい、綺麗じゃん。ここが海で、ここが砂、うん、で、ここがなんか木のところ。木のところをイメージしたの。お砂の工程は良さそうですか？もうちょっと。もうちょっと。もうちょっと。おお。ほら、完成してからだと思って。え、完成してから？楽しみ。楽しみなの？完成したところをお見せします。それでは見せてください。じゃあまずタータンから。いいね、すごいカラフル。いいじゃん。え、見てなかった？見てなかった。かわいい。そう、貝の中にね、ガラスを入れたんだよね、タータンね。いいじゃん。本当はね、これを入れたかったんだって。これを入れたかった。そう、入れたかったんだけど入らなかったんだよね。はい、ルイカさん上手にできました。はい、ユンちゃん、おー、いいね。何をイメージしたんだっけ？シナオケにしてる。シュノーケリングをイメージして。すごい、こんな感じだったよね。ニモがいてね。そうそう、めっちゃ綺麗。すごい上手。イメージ通りです。ニモもこういうところにいたね。はい、みなみさん、ここにあの隠れ熊の実。熊の実ね。ポイントは？ニモとドリー。あー、ニモとドリーね。そのセットね、大事ね。あとはね、なんかもうほぼほぼ貝殻みたいな。うん、埋めました。好きな感じだね、ミミのね。じゃあこれからちょっと沖縄をもう少しぶらりとして山梨に帰りますか？何か寂しい。寂しいね。楽しかったもんね。はい、ということで4日間の沖縄の旅がもうずっとで終わりそうでした。楽しかった。楽しかった。寂しいね。楽しかったね。何が一番良かった？全部。全部。ゆなちゃんは？全部。ママ、ダントツでシュノーケリングが楽しかった。ああ。うん。もう一度食べてくれたしね。動画で撮れてない部分がたくさんあったので、それを写真で今から流したいと思います。沖縄にバイバイしてください。
沖縄の空気吸った。最後まで見てくれてありがとうございました。それではバイバーイ。バイバイ。